稽古協会の山田さんとはまだ連絡がつかないのか。はい、もう3回かけてるんですけど。僕も2回かけたんですけど。困ったな。明日までに返してもらいたいものがあるんだよ。じゃあもう1回かけてみますね。はい、日本警護協会でございます。何度も電話しちゃってごめんなさいね。山田さん帰ってきた？何度も電話しちゃってごめんなさいね。山田さん帰ってきた？お待ちなさい。この場合はたびたび恐れ入ります。山田さんはお戻りですか？というのがいいでしょう。たびたびは何度もという意味です。たびたび恐れ入ります。たびたび恐れ入ります。山田さんはお戻りですか？山田さんはお戻りですか？たびたび恐れ入ります。山田さんはお戻りですか？たびたび恐れ入ります。山田さんはお戻りですか？あ、山田さんですか？はい、わかりました。先生に伝えます。先生が貸してるものはこちらに送ってくれたそうです。先生、山田さんから荷物が届きました。よかった、これで明日の講演会に間に合う。